遠慮せずに何でも聞いてね。もちろんみんなの笑顔、それが一番嬉しいよね。3人のやりたいことを代わり番号でしてるよ。格闘技の特訓見ててね。うにゃ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 。確かに、どうしてだろうね、なんだかしっくりくるんだ。耳がいいから困ってる人をすぐに見つけられること。私、猫のビースト族に生まれてよかったな。第四さんだ。体を動かすこと、それと元気に挨拶すること。おはよう、岸くん。なんか照れちゃうね。岸くんと力を合わせてひよちゃんを助けたこと。マッサージだよ。肉球がプニプニ気持ちいいみたい。疲れてるなら今からをマッサージしよっか。いつものお礼だよ。ほらほら、遠慮しない。うわー、この誕生日ケーキみんなが用意してくれたの？すごく美味しそうだよ。岸くんとレイちゃん、みんなで手作りしたの。お店で買った方が美味しいかもってちょっと迷ったりもしたんだけど、ちゃんと私たちの気持ちが伝わるような贈り物にしたかったんだ。だから味の方はあまり期待しないでくれるかな。本当にありがとう。なんだか食べる前から胸のあたりがジーンとしちゃうよ。よし、早速分けちゃおう。終わった。結構いい出来なんじゃないかな。ゆいちゃんとレイさんはどう？うん、こっちも終わったよ。3人で協力したら大きな絵を描くのもあっという間だね。戦闘もこの作業も大切なのは仲間との連携ということだね。案外私たちに向いている仕事なのかもしれないな。ほらほら、早くケーキ食べようよ。